きなり、はい、その表示をし始めた途端からほとんどのお客さんが買っていくようになり、はい、前週比 170%。 うわーすごいですね。このことに気づいてなかったら、この売り上げがないわけ。こんにちは、小坂雄二です。こんにちは、アシスタントの木村優香です。木村さん、今日はですね、はい、眠ったままの売り上げという話を。眠ったままの売り上げ眠ったままの売り上げ、売り上げっていうのは実は売ってる現場で眠ってんだよね、はい、そういうちょっとお話をしたいと思うんですね、はい、題材は、今日はですね、まずサンマの話を。サンマですか。サンマです、はい、サンマって、はい、いろんな値段で売ってるでしょう。そうですね、よく考えてみると、はい、なんかどこ、例えばどこに行っても200円とかないですよね。そうですね、あんまり定価みたいな ないのかな。安いサンマもあれば高いサンマもあるでしょう。そうですね。これってなぜなのっていう、なるほど、考えてみると、はい、あんま考えないですよね普段。そうですね、ただサンマと値段しか見ないでしょう。スーパーで見ることが例えばスーパーに木村さんが行かれて、はい、あの2つ並んでたと、はい、で片方が例えばサンマ1匹、はい、まあ、300円とついてたと、はい、で片方が150円とついてた、どっち買いますか。ちょっと量とかにもいるかもしれないですけど、仮にこうなんかパッと見、はい、あんまり大きさというか長さ、はい、サンマのこう長さ的にあんまり変わらない。あ、なんか変わらなさそうだったら150円の買っちゃうとなりますよね、はい、そういう話は多くてですね、これは実際私があるスーパーマーケットの方とお話した時の実話なんですが、はいはい、あのとあるスーパーをとある子で訪ねていった時に、はい、そのスーパーの、オーナーさんがですね、いやうちは田舎で、うん、最近はやっぱりいろいろと皆さん厳しいのか、うん、例えばこうサンマなんかね、サンマにしてもこう何種類か、はい、仕入れて並べておくと、うん、安いの分かり売れるんだよねって言ってたんですよ、はい、で、あそうなんだって言ったら、サンマ実際売ってたので、はい、高いのと安いの、はい、こう見ますとあんまり変わらない。あ、見た目あんまり差がないんですね。あのというふうに私は思ったんですよ、はい、うん、なるほど。でも値段結構違うんですね。あ、でこれを見てまた、はい、あそうそう、このね小坂さん、サンマなんかね、まさにそうで、もう見てよ、こっちこの安い方ほとんど売り切れてるでしょ、こっち全然売れてないでしょ、もううちは田舎だからそういうふうにおっしゃるんだけ ど素朴に、はい、これ社長、あの僕違い分からないんですけど、はい、どうしてこっち高いんですかって聞いたんですよ。そうしたら、小坂さんね、今長さで見ただろうっていう。あ、はい、サンマはね長さで見るんじゃないんだよ、背で見るんだよ。お、背、背、背圧って言ってね、はい、背が厚いとか言って、背圧って言って、はい、よく見てごらん、ここが分厚いやろうと、こう油が乗ってるな、ここ。あ、なるほど。でこれは焼いてみると分かるんだけど、はい、全然油の出が違って、こっちの高い方がじわーってくんのよと。あ、美味しそう、美味しそうですって、はい、言ってくれないとね。あ、確かにそうですよね、言われないと分からないですね。だいたいサンマの背を見るっていうのは、はい、プロは分かってるかもしれないけど、目利きができる人はね、はい、で多分彼らの世界では当たり前なんですよ、うん、あ、だからいいサンマと普通のサンマと仕入れて、いやこれうまそうなサンマ仕入れられたなって、こっちは それなりの値段、あ、まあ、正当な価格、はい、これだけ制圧でいいものはね、これぐらい値段だ ねでこっちはまあ普通、これはこれで別に、はい、サンマはサンマだけど、はい、まあ、普通だからこれぐらい、あ、だけど伝わらんね。確かに、なんで値段が違うのかっていうのはそれだけじゃ分からない。分からないでしょう。でそうすると最初に木村さんが答えたように、はい、あの聞かないよね、どうしてこれ違うんだろうって聞かないで、はい、安い方買うじゃないですか。今日サンマ食べようと思ったら、はい、なんか違い分からんと、うん、で大きさが明らかに倍ぐらい長いとね、確かに、まあ、それなら大きいサンマってなるけど、はい、あんま違わないで、はい、じゃあ背だったんですよ。あ、なるほど。というとどうなるか、これ言わないと分かりませんよって言って言い始めた途端に高い方が売れるんですよ、はい、あ、なるほど。いや、ここにそのね元の記事の方に、はい、私のメルマガの原稿ですね、はい、あのなんて書いたのかっていうのが書いてあるんですけど、あ、ちょっと、あのこれはね、その話を聞いた別のスーパーの方が、はい、あ、うちもやってみたって話ですね、はい、あ、なるほど、うん、あのサンマの話実際にやってみました、報告があったと、あ、うちも同じことをしてたって、うちも同じことをしてたっていう、やってみた、やってみたと、はい、それで新物の生サンマの美味しい見分け方、あ、
油の乗りが違うとかね、はい、焼いてて肉汁がタレ落ちる、わー美味しそうでその、はい、こう実際写真も送られてきてたんだけど、はい、発泡スチロールの上に、はい、バーンとそのいい方のサンマを置いて、はい、ラップでくるんでラップの上にマジックで、はい、ここがせみたいなここが美味しいんだ、ここが美味しい、はい、でいきなり、はい、その表示をし始めた途端からほとんどのお客さんが、はい、高い方のサンマを買っていくようになり、はい、サンマの売り上げが前週比ですよ、はい、前週比 170%、 うわーすごいですね、 170%、 うん、170%だから、まあその売れるこう個数といいますか、はい、より美味しそうなのでたくさんの人が買っていかれるようになった上に、はいはい、そもそもいい方が売れてるから単価高い、うん、そうですよねっていうね、片方が200円のサンマで、はい、片方が2万円だったらね、これ考えるんですよ、そうですよね、人間、はい、だけど200円と400円だったら、はい、この肉汁がなんだっけな焼いてて肉汁が垂れ落ちるとか言われるとね、垂れ落ちる方買うでしょ、はい、いやそりゃはい、買っちゃいますね、ということなんですよ、うん、ということで、でもこの方にしても最初に話したエピソードのお店の方にしても、はいはい、このことに気づいてなかったら、この売り上げがないわけ、あで目の前にその売れるはずのものはあるんだけど、はい、眠ってるわけです、それが眠ったまま、眠ったままの売り上げ、ね、これ気がつかないとずっと眠ってる、はい、何十年も、だからサンマっていつから売ってんのと思うとね、もう何十年も眠ってるね、そうですよね、全国のあらゆる鮮魚売り場で売り上げは眠ってる、なんかどれぐらいの金額になるだろうって、そうですよね、100年ぐらい全国の鮮魚売り場で眠ってたら、まあすごい金額だね、そうですね、で高いから売れないんだって思ってたらね、こういう取り組みもできない、そう、そして人間ってのは面白くてですね、はい、一度サンマの見分け方を知ってしまうと、はい、必ず見分ける、あ確かに、そして高い方、その肉汁が垂れ落ちる方を買うと、はい、いうことですから、まあこれが本当に私はね、今現在このワクワク系マーケティング実践会を22年続けてますけれども、はいはい、山のように見ますね、あ眠ったまま、そう眠って売上でも眠ったままにしておいて売り上げが悪いとか、うん、安いものしか売れないんだよね、うちのお客さんはちょっと懐が厳しいのかな、うん、あ田舎だからとなっちゃうんですよ、もうぜひこれをご覧のあなたは気をつけていただきたいところです、うん、眠ったままの売り上げはそして割と簡単に起きてくる、あ今日のこのエピソードのようにね、そうですね、はい、簡単に起きてきますので、ぜひ起こしてあげていただきたい、うん、そしてやっぱりお客さんの側もですね、はい、同じサンマ買うなら、うん、肉汁が垂れ落ちるサンマを食べて美味しいね美味しいねって言った方が、ね、家族も喜ぶ、家族も喜ぶ、みんな楽しい、つい買いたくなっちゃう、そうちょっと贅沢しようかなって、そう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 、うん、ということですから、もう本当にね、全国の皆様やっていただきたいというふうに思いますよね、はいはい、ということで、これからもこの番組では、商売ビジネスに非常に重要なヒントをですね、たくさんエピソードとともにお届けしていきますので、これからも見たいという方はぜひお忘れなく、チャンネル登録そして高評価コメントなどもぜひ書いていただけると嬉しいです、はい、ということで、まあ、本当にねこういう話を見ると商売は楽しいっていうふうに ね、 そうですね、思うところです、はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。